松本幸宏、1965年4月14日体は、日本のソフトウェア技術者。株式会社ネットワーク応用通信研究所フェロー、楽天株式会社、楽天技術研究所フェロー、ルビーアソシエーション理事長、ヘロクチーフアーキテクト、株式会社、ゾゾテクノロジーズ技術顧問、リンカーズ株式会社技術顧問、島根県松江市名誉市民。一般には、 ひらがな表記が定着している。通称はマッツで、英語圏などで広く定着している。血液型は O 型。プログラミング言語、ルビーの開発者。1993年から開発を始め、1995年株式、会社トヨタ竹ラム在籍時に、オブジェクト指向スクリプト言語ルビーを公開した。ルビーは、その後、2004年に発表された。 ルビオンレールズの流行に伴い、日本国外にも普及した。大阪府に生まれ、4歳の時から、鳥取県米子市に育つ。鳥取県立米子東高等学校を経て、1990年、筑波大学第三学軍情報学類卒業。島根大学大学院博士課程単位取得大学。静岡県浜松市に居住していた頃、効率的に記述できる。 プログラム言語の実現を目指し、ルビーの開発を始めた。ルビーを用いて、ハロー、ワールドという文字列を出力するために半年を要して苦労したが、その後はルビー言語の開発で飽きたり、辛く感じたりすることはなかったと言い切っている。1997年から島根県松江市に在住し、同市のネットワーク応用通信研究所にフェローとして勤務している。 2007年6月より、楽天の楽天技術研究所のフェローも兼務している。ルビーの普及を目的として設立された、一般財団法人、ルビーアソシエーションの理事長も務める。経済評論家の勝間和代は、2009年に発した、首相官邸、経済危機克服のための有識者会合向けの提言の中で、 20代から30代の若者らによる新規事業の顕著な例として、東京ガールズコレクションを発揮した長谷綾子、小悪魔アゲハを発揮した中条久子、並びにオートバンクを発揮した上田渡るとともに、ルビー開発者としての松本の名を挙げている。同年には、ルビー開発の功績への評価から、松江市の名誉市民に選ばれることともなった。2012年、 国際社会で顕著な活動を行い世界で日本の発信に貢献したとして内閣府から世界で活躍し日本を発信する日本人の一人に選ばれた。松実生徒イエスキリスト教会の信者。大学在学中に2年間休学し宣教師として奉仕している。パールの開発者ラリーウォールを尊敬する人物として挙げている。ありがとうございます。